よく外出を認められたね。お城の護衛や付き人の人たち厳しいんでしょう？最初は反対されたのですが、社会勉強のためだと言って必死で説得して、やっと認めてもらったのです。でもさすがに一人では許してもらえず、ララティーナの信用する人物が案内するならと。ああ、それで私に案内役のお鉢が回ってきたのか。今日は一日案内をよろしくお願いします。それでどこを案内すればいいのかな？行きたい場所とかあるなら連れて行くけど。行きたい場所、あ、そうです、あの場所、本で読んだことがあって行ってみたいと思っていたのです。このスバ、ここが欲望とお金の渦巻くという場所ですか。まさかカジノに行きたがるなんて。ダクネスに聞いた通り、なかなかおてんばな王女様だな。ところで、あの、どうしてこんな格好を？身分を隠すための変装さ。勉強中の新入り従業員ってことにすれば、物を知らなくても不審に思われないでしょ。なるほど、勉強になります。何から遊ぶ？あっちがポーカー、あそこがブラックジャック。一番簡単なのはこのルーレットかな。ルーレット？遊び方を教えてください。これはボールがどこのポケットに入るかを当てるゲームだよ。ポケットの色と数字を示して当たれば勝ちだからね。はい、わかりました。ちなみにお忍びできてるんだし大きな声じゃ言えないけど、ルーレットはカジノの女王って呼ばれてるんだよ。そうなんですね。王女として負けるわけにはいかないです。すみません、このチップを全部ルージュの12に。全部ってこの量を本当にかける気？本当によろしいのですか？はい、よろしくお願いします。かしこまりました。では行きます。初心者だしレッドブラックとかからかけるかと思ったら、いきなりストレートアップだなんて。そうそう当たることないけど、なかなか無茶する王女様だな。まさかルージュの住人！当たりました。チップがこんなにたくさん。当たっちゃったの？36倍。私も驚きの幸運だね。はい、自分の年齢の数字を選んだだけなのに運がいいです。ん？自分の年齢の数字？はい、12歳になります。今すぐここから出よう。どうされたのですか？どうしたも何も、私ってばうっかりしてたよ。12歳でカジノはさすがに早いって。王女様をカジノに連れてきたなんて知られたら怒られちゃう。だから今日のことは絶対に内緒だよ。名残惜しいですが仕方ありませんね。でもその代わり、大人になったらまた連れてきてくださいね。わかった、大人になったら。約束ね。はい、約束です。このスバッ！